はい、続きからやっていきます。では今回はフレッタの家を徘徊していきましょう。なんか悪趣味なトラップとかありそう。2階、3階もあるのか。背の高い優雅なカラフルなステンドグラスの窓はホール全体に儚げな光を放っている。おお、光なのかパンプキンチャームなのか。ここは私のトランプルームよ。私の大好きなカードゲームのために特別に作ったのよ。私と遊びましょう？ババ抜きならなんとか。大富豪とかはやったことないからルール知らんし。トランプ、はい。わーい、じゃあ座って遊びましょう。座布団。なんかこう、どことなく和風なテイストがあるよね、この部屋。僕がルールを説明しようか？ルール説明、はいはい。君はカードをひっくり返すだけでいいよ。何をひっくり返すかは重要じゃない。すべてをひっくり返せば君の勝ちだよ。ん？めんこかな？ごめんなさい、カボチャさん。あなたが言おうとしていることがよくわからないわ。どういう意味だい？君はただできるだけ早くすべてのカードを裏返せばいいんだよ。カード全部を手に入れるんだ。あ、はい。百人一首？神経衰弱？今後君がちゃんと僕のアドバイスに従えば、きっと君が勝つよ。どういうことだ？席に、つかない。奥にもカボチャいるな。何を待っているの？私は早く遊びたいの。ね、僕のポーカーフェイスを見たい。ポーカーフェイスか。まあ、ずっと笑顔だし。まあ、完璧なポーカーフェイスではあるわな。どう？気に入った？ええ、カボチャさん。素敵な顔でするのね。カボチャって顔変わるの？なんか、今のその、この子の反応じゃどういうことだったのかよくわからんが。始めましょう。私が最初に行くわ。ゲームスタート。フレッタズターン。ああ。今、ウサギとキツネがいて、か、ぼ、じゃ？え、これ足生えてるかぼちゃ。おう、正解。あ、これも勝ったじゃん。あれ、これ接待しなきゃいけないとこだったのかな。せめて引き分けだったか。いや、引き分けってできねえか。これフレッタ勝つまで続けるパターンとかそういうのか。勝ったわ。ああ、すごいわね。あなたは全然良くなかった。あなたのせいで気が散ったわ。あなたが気の毒だったから今回はあなたに勝たせてあげたのよ。そうよね、グリエッテ。そこのうぬぼれさんよりも私の方がカードゲームは上手いわよね。ね、そうよね。何こっち見てんのよ。さあ、他のことをしましょう。ついてきて。ええ、フレッタ。あれ、でも渋々ながらも負けは認めたね、この子。いい試合だったね。僕はどっちも応援していたよ。本心はわかんねえ。あ、これはあれか。さっきのポーカーフェイスの話してんのか。こっちにもカボチャアーム、やっぱあるか。今何個くらい溜まったんだろう、カボチャアーム。ここはエグリエットと私がいつもお茶を飲む場所なのよ。素敵な場所ね。ありがとう。そうだね、私もこんなところで茶すすりながら、まんじゅうでも食いたいね。色とりどりのお菓子が並んでいる。お腹は空いてない？座ってお茶でも飲む？ええ、そうしましょう。でも私のお気に入りのは食べちゃダメだからね。だからどのお菓子も食べないようにしてね。あなたはお茶を飲むだけだからね。どういう意味なの？ぽっちゃりな女の子は結婚が遅れるのよ。そうよね、エグリエッテ。さあ、座って。まあ、茶が出るだけマシかな。フレッタ、一つ質問していい？もちろんよ。何が聞きたいの？なぜいつも私に意地悪をするの？私、あなたに何かしたかしら？そう。意地悪なんかしてないわ。
なぜそんなことを聞くの？わからないけど、あなたがいつも機嫌が悪いから、私が何かしちゃったんじゃないかって思っただけ。あなた、考えるのがあまり得意じゃないのね。見て、エグリエッテ、彼女を困らせたわ。完全に困らせたわね。フレッタ。何がしたいの？今私はエグリエッテと話すのに忙しいって見てわからないの？あ、ごめんなさい。私はそんなつもりじゃ。そんなつもりじゃないってどんなつもりだったの？あなたを困らせるつもりはなかった。そう。でも私は困らせられたわ。そうでしょ、エグリエッテ。本当にごめんなさい、フレッタ。私、何をしちゃったのかも分かってないけど、あなたを困らせるつもりなんてなかったの。でもどうやってそれを証明するの？どうやって？じゃああなたがいつも大事にしているあれを見せてよ。鏡のこと？そう。私にそれを見せてくれたらあなたを許すの。おっと？見せる見せない。一回見せた私で痛い目にあったからな。また目玉えぐり飛んのが勘弁してほしいんだけど。でもどうしよう。どっちにせよ怒られそうだな。ゲームオーバーになるならなるでいいか。はい。でも大切なものだから大事に扱ってね。本当に大事にしているものだから。なぜそんなに大事なの？それは本物の金じゃないでしょ？全然高価なものには見えないもの。やめて、エグリエッテ。私はちゃんと大事に扱っているわ。それで、なんでこんなおもちゃが大事なの？おもちゃじゃないわ。違うの？ん？じゃあこれ、本物の金でできてるわけ？何で作られているかは知らないわ。じゃあ何？何でできてるのか知らないの？知らないわ、フレッタ。じゃあなぜあなたはそれを大事に持ち歩いているの？わからない。けど、私には本当に大切なものなの。いつもそばに置いてなきゃいけない気がするの。多分あなたとエグリエッテにちょっと似てると思う。あなたたちもいつも一緒でしょ？あなたのおもちゃと私のエグリエッテを比べないでよ。ごめんなさい、そんなつもりじゃ。ねえ、聞いてるの？そんな風に私を見ないで、バカなの？あなたのちっちゃい鏡と私のエグリエッテを比べないでよ。わかったの？それともあなたを叩いて体でわからせた方がいいの？でもエグリエッテ、彼女は私に意地悪したわ。私がそんなことしないって知ってるでしょ？黙ってよ。じゃないと今夜の夕食は抜きよ。わかったわよ。でもちょっと悪いことしたなって思ったわけじゃないんだからね。私、フレッタがさっき言ったことは謝ります。本当にごめんなさい。私はまだ小さい女の子なの。だから、さっきので私を悪い子だと思わないでください。私はただあなたの友達になりたかったの。だからお詫びします。本当にごめんなさい。これでいいでしょ、エグリエッテ。ふん。フレッタ、あなたの気を悪くさせるつもりはなかったの。だからあなたを許します。だからは、また私の友達になってくれる？ふん、なってあげるわ。まだ私と遊びたいって思ってくれてる？遊びたいわ。行きましょう。見せたいものがまだまだたくさんあるの。それは楽しみね。長い会話だったけど、さっき一瞬出てきた顔はなんだ？ツーンって。てか、鏡ってしっかり返してもらえたのかしら？あ、しっかり返ってきてる。今回は大丈夫だった。てか、エグリエッテが味方してくれたっぽいな。でも本当に喋ってんの？わからんけれども、さっきの謝ったのは多分エグリエッテがカンペっていうか、まあこれを復唱しなさいって言っただけだと思うんだけど、あ、もう飽きたんだ。質問してもいいかい？時間を稼ぐのはいいが、別にあれを、決
君は全てのゲームでフレッタ姫に負けるという噂を聞いたよ。それは本当ですか？もう嘘になっちゃったな。ああ、カボチャ、お世辞がうまいのね。今のはお世辞だろうか。お、パンプキンチャーム。かける2とかつかないで、久しぶりに1個だけか。カボチャ夫人、今日はいい天気ですね。ええ、そうですね、カボチャさん。身のない話をしてるね。まあ中身なさそうだし。3階、うわ、まだある。ここに、エグリエッテと二人暮らし。まあ、カボチャもたくさんいるしな。一番特別。魔法のお部屋なの。ここは望んだ通りに、中が変わるの。ただの、頼むだけで。中が変わるの。そうなの。すごい。見てて。あなたは何色が一番好き？赤が一番好き。でも私は赤は好きじゃないの。赤のとは別の色で。じゃあピンクと青で選んで、あなたはどっちが好き？私は青が好き。ふん。でも私はピンクの方が好き。だからピンクで行くわ。だいたいこんな流れになると思ってた。じゃあ見ててね。こんにちは。今日は何をご覧になりたいですか？姫。ピンクの部屋が見たいの。承知しました。中へお入りください。行きましょう。ええ。色の指定で、なんだ、鏡と、ドレッサールーム。ドレスは嫌いじゃないの。フリフリすぎるの。君の今着てるのも結構フリフリだと思うんだけど。鏡か。ここは3つの特別な鏡があるの。特別？これが祈りの鏡で、次のが真実の鏡。最後のが、審判の鏡よ。この鏡って何ができるの？一緒に来て、順に説明してあげる。あれ、見たいものが見えるっつってなかったっけ？嘘なのか？ピンクしか出せないとか。ドレスは2番目のお気に入りなの。1番のお気に入りのドレスはどれなの？今着てるのが1番なの。あ、そうなのね。ドレスか。これは審判の鏡よ。これの前に立つと誰でも判断してくれるの。誰でも判断してくれる。ああ。なんだか怖そう。怖くないわ。楽しいの。育児なしね。見てて。私が最初にやるわ。鏡よ、鏡。鏡を教えて。この世で一番美しい人は誰？私です。あなたではないことは確かです、姫様。一番美しいのが私じゃないってどういうことよ。昨日は私が一番美しいって言ってたじゃない。私に喧嘩を売ってるの。そういうことなら私にも考えがあるわ。さあ、次はあなたが判断される番よ。ああ、いや、私はいいわ、フレッタ。これは順番よ。早く鏡に判断してもらって。鏡さん、この世で一番美しい人は誰か教えてください。その称号にふさわしいのはただ一人。お嬢さん、それはあなたです。わかってるわ、エグリエッテ。私？でも、私は。もうたくさん。当然の報いよ。次の鏡に行きましょう。ええ。これは真実の鏡よ。こうやって全部叩き割っていくのかな。この鏡はすべての質問に真実で答えるの。まあ本当に？私が最初にやってみせるわね。鏡よ鏡、教えて。この世で一番ピンクが似合うのは誰？それは、ああ、あの夫婦じゃないんだね、芸人の。知ってたわ。それはあなたしかないわね、フレッタ。でしょ？次はあなたよ、あなたの番だから。私は何を尋ねたらいいの？知らないわ。今は私じゃなくてあなたの番だもの。こ。私は誰なの？なぜエグリエッテは私と話してくれないの？私の名前は何というの？なぜ私は自分の名前を思い出せないの？これ全部聞けるのかな？全部疑問っちゃ疑問だよね。
そうだな、名前。そう、この子をね、なんて呼ぶか。一応リボンちゃんと呼ぶかとか言ったんだけどね、なんとなく呼びづらいんだよね。名前を聞きたいよね。でも思い出す。でもこれ多分ストーリーの核心に迫るんだよな。エグリエッテは、あ、これも聞きたいんだよな。フレッタと会話できてるっぽい、もしくは会話してるふりをしてるのかもしれないけど、フレッタ。だとしたら相当な策士だよな。名前聞いとくか。鏡さん、私の名前を教えてくれませんか？それはあなた自身にしか見つけられないもののようです。そうなの。まあいいわ、そういうこともあるのね。役立たねえな。じゃあ次の鏡行きましょう。来て。これは祈りの鏡よ。この鏡に臨めば何でも願いが叶うの。本当に？何でも？うー、見ててね。鏡よ鏡。キャンディーの味をずっと味わっていたいの。仰せのままに、姫様。あなたの望みを叶えましょう。やったわ。これで私はいつでもお気に入りのキャンディーの味を味わっていられるわ。それ危なくないかな？唾液が頭部になってるっていうよりは多分味覚がおかしくなってるっつうことだよね。で、甘いの取ってるって脳が勘違いして、食べ物から過剰に糖分を体内に摂取しようとするわけでしょ？太るよ。いや、太るどころじゃないよな。ごめんなさいね、こんなゲームにこんなこと言ってもね、ナンセンスだよね。もちろんよ、私の鏡は何でもできるんだから。じゃあ私は手鏡が欲しい。え、そんなことして何がしたいの？あなたもう持ってるじゃない。あなたの望みを叶えましょう。本時期の手鏡を手に入れた。なんだ、手鏡マスターにでもなんのか。理解できないわ。なぜ鏡をもう一つ望んだの？フレッタ、私はあなたのために望んだのよ。はい、どうぞ。え、あなたが本当にこの鏡を欲しそうだったからこれにしたの。なぜ私がそんなものを欲しがらなきゃならないの？でもそれを捨てたりしないでね。私のお家に捨てられても困るから。でも、行きましょう。ついてきて。今のは本心か？どうなんだろう。感触を起こしたりはしなかったけど、何も映らない背の高い金縁の鏡が壁にかけられている。姫様の起こす感触に悩まないでください。悲しむあなたを見るのは辛い。ありがとう。でもなんであんなことするんだろう。私のことが嫌いなのかな。姫様は素直ではないので、時間はかかるでしょう。でもあなただけが彼女を休ませることができるのです。どういう意味なの？鏡さん？ああ、もう何も話さなくなった。鏡は鏡でこんな仕打ちをされてるけど、一応フレッタのことは心配してるのか。どれだけ私を待たせるつもりなの？二度とこんな風に私を待たせないでよね。ごめんなさい。ストーリーがわからんからな。怒るに怒れねえ。やっぱ、窓にはあるのか。カボチャの。こっちもかじゃ。だろうね。順調に集まっております。でも全部集めるのは多分無理だろうな。私もそこまで今回探索してないから。私の図書館よ。お気に入りの物語が全部置いてあるところなの。この部屋には一つも退屈な本はないの。すごいわね、フレッタ。今は読書する気分じゃないの。でも本を見たいなら10分だけ時間をあげるわ。ありがとう、フレッタ。10分か。私ならコミック2冊は読めるぞ。女王エグリエッテの完璧な伝記、フレッタ姫著。あ、本書いたの？自費出版。結構頑張るね。昔あるところに小さな娘さんがいました。彼女は気難しいことで有名でした。彼女の忠実な羊たちは喜んでお茶を運び、命令されれば喜んでそれに応えました。無慈悲な権力者だった彼女。彼女の最後の言葉は、隠隠たるものでした。彼女にふさわしいものを手に入れたぞ。鳥かぶと入りのデザートを食らえ。ぐわー、こんな残酷な終わりになるなんて、と彼女は言いました。今私の本当の姿を見せる時です。
その言葉を聞いた女王は捨てられて、自由を得た使用人たちは皆喜びました。フレッタがこんな物語を好きだなんて考えられない。ちょっとね、内容が小さな娘さん、これはフレッタのことなのかな、案外エグレットのことなのかもしれないけど、もしくは全く関係がないか。忠実な羊たちは喜んで、そう、喜んでお茶運ぶっていうと、そのお嬢さんのこと嫌いだったわけではない。トリカブト、クラエ。クラエってやったのは使用人か。やっぱ嫌だったのか。あんまり意味は考えない方がいいのかもしれないな。ただ物語の真実というか、確信に迫ってる内容な気もしないでもない。完璧なプリンセスになる方法、フレッタ姫蝶。ほう、自分で考案したのか。パンプキンチャーム。君は一体何をしてるんだい？全部読む時間があればいいんだけど、残念だけど私はとても忙しいの。そうよね、グリエッテ。まだ終わらないの？あ、まだ痛い。急いでよね。って口癖なのかな。フリルドレスと美しい伯爵夫人、サー・パンプキン三世蝶。ほう。ワルツの、あんま聞きたくなかったな。ウサギとキツネさんはね、少々トラウマになりかけるからね、あれは。真夜中を旅する少年、アンリー・D・ハイリガー蝶。本を、選択肢、読みましょう。夜の間にだけ発症する、とある病気を患った少年がいました。どんな名医にもわからなかった、治せなかった病気。人々は少年を悪魔に取り憑かれていると思い、こんな噂をしました。少年は夜中に起きて、死者と会話をしているのではないか。彼にかけられた呪いを治すため、様々なことが試されました。しかし少年は夜中に聞こえる奇妙な声に狂わされ続けました。このページから全部塗りつぶされている。彼の周りにいる人たちはきっと誰も彼の秘密を知らない。この秘密は、大切な彼の秘密は私の胸だけにしまっておこう。え、何があったの？本の後ろにこれだけ書かれている。好奇心を満たすため、1001の謎謎、ロードパンプキンスカッシュ長。少年の方が消えている。おや、燃えちゃったかな。なお、この本は読み終わった後自動で焼却されるようにできている。スパイ映画って感じだね。ごめんなさい。ストーリーだったらもっとしっかり頭に入れとくべきだった。なんか夜中にしか発症しない病気がどうのこうのっつったよね。関係すんのかな？いや。あ、でもそっか。選択肢でもう終わりだって言ってたらあの本を読むこともなかったわけだから。あ、でもエンディング分岐とかあるかもしれないな。わからん。その本がどこにあるか知らない？あなたが言ってるのはどの本のこと？死者と話すことができる少年についての本だったわ。え？私の図書館にそんな怖い本置くわけないじゃない。でも私はさっき見たの。嘘を言うのはやめてくれない？気分が悪くなるの。でも本当よ、嘘なんかついてない。はいはい、わかったから。まだ終わらないの？ああ、でも終わったっちゃ終わったかな。他のところに行きましょう。他のところか。本は、これとかも、あ、そこも、そっか。この子がいるともダメなのか。ちょっと一旦セーブしに行くかな。